どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットモンブランホテルのちょっと細かい話をですねまとめてね紹介していきたいなというふうに思っておりまして、普段からですねマリオットモンブランホテルね利用されている方であれば、まあ知っていてですね損ではないかなというふうに思いますので、まあここら辺の話をですね今回の動画でまとめてね解説していきたいと思っておりますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずですね、AC by マリオット東京銀座ホテルですね。こちら東京銀座にあるカテゴリー5のね、マリオットモンボイホテルなんですけども、この AC ホテルっていうね、ブランドはですね、マリオットモンボイのプラチナステータス以上のね、朝食特典に関してはついてないんですよね。まあ、ついてないっていうとあれなんですけども、まあ、規約にはね、こういった形になってるんですよね。AC ホテル、モクシーホテルの場合は、米国、カナダ、ヨーロッパの場合ですね、1滞在あたり500ポイントまたは会員プラス同伴1名様に1日あたり10ドルの飲食クレジットを宿泊に数分ということで、またねアジア、オーストラリア、太平洋、カリブ、メキシコ、中米、南米、中東、アフリカ、ここら辺の地域であれば1滞在にあたり500ポイントもしくは1滞在あたり5飲食アメニティ1つ、1日あたり10ドルの飲食クレジットを宿泊日数分のいずれかということで、まあ朝食っていうのはですね、まあ明記されてないということで、まあこの AC ホテルだったり、モクシーホテルの場合だとですね、朝食っていう特典はね、ないわけなんですよね。で、2021年6月30日までですね、この AC ホテル東京銀座ですね、こちらのホテルはですね、オープン記念としてマリオットボンボイのね、プラチナステータス以上の方にはですねオープン記念としてサービスねされているわけなんですけども、こちらね2021年6月30日本来ね終わるはずだったんですけども、まあ好評だったみたいでですね、2021年の9月30日までねこちら延長っていう風になっておりますんで、おそらくですねこちらの期間を過ぎるとですね今後はね朝食有料になるかなっていう風に思いますので、もしねこの AC ホテルのですね朝食ね気になる方であればですね、この2021年9月30日までですね利用していただければなと思います。私もねせっかくなんで9月30日までね行ってみたいなと思ってるんですけども、まあ気になる方はですねぜひね利用してみていただければなと思います。それでは次にコードヤード大阪本町なんですけども、こちらはですねプラチナステータス以上の方にはですねエリートモーメントっていうねディナーもしくはエリートアワーがね選択できる無料特典がね今やっているということで、まあエリートアワーっていうねまあお名前の通りですねお酒とね前菜の盛り合わせボックスがもらえるみたいな感じになっておりまして、ディナーはねその名の通りディナーがですね無料でいただけるって言った形になってるんですよね。ちょっとこちらに関してはですね写真等々はねなくて申し訳ないんですけども、利用された方はですねツイッターで上げられてる方もねいらっしゃいますので、ちょっとね私自身ねまだ利用してなくてですね、ちょっと画像をお借りできないかねお聞きしたんですけども、ちょっとね連絡が取れなかったので、もしねこちらの実際の画像ですね利用見てみたい方はですねツイッターのねアカウントがもしかしたら必要になっちゃうかもしれないんですけども、検索画面ですねエリートモーメントで検索していただくとこちらの画像をね見ることができますので、ちょっとね許可が取れなかったんで私のチャンネルでですね URL とか紹介しないんですけども、こちらね見てみたい方はですねぜひね検索ねしてみていただければなと思います。まあこちらね検索してみていただくとねわかると思うんですけども、結構ねいいディナーがね無料でいただけるということで、またねこちらステータスによってですね無料の品目っていうのがプラチナだったら何メニューみたいな感じで、プラチナチタンアンバサダーによってですねこの無料でいただける量っていうのはねまた変わってくるっていった形になりますんで、まあこれねかなり面白い特典だなと思いますし、これが無料でいただけるっていうのはですねかなりすごいかなっていうふうに思いますので、まあこちらはですね2021年の6月末ぐらいからね始まったサービスということで、いつまでね利用できるかっていうのはちょっとわからない部分ではあるんですけども、まあ6月下旬に始まったということでそんなすぐには終わんないと思うんですけども、もしね利用されたい方はですねこのエリートモーメントっていう特典がですね利用することができるかをですね確認してから利用ねしてみていただければなと思います。私もですね今後ちょっとこれはね利用してみたいなと思っております。
それでは次にメズム東京ホテルなんですけども、こちらのメズム東京ホテルはですね、モノレールの竹芝駅から、まあ、歩いて 4,5 分ということで、まあそのぐらいでね着くかなと思うんですけども、メズム東京ホテルっていうのは東京駅の丸の内南口からですね、無料循環バスっていうのがね出てるの皆さん知っておりますかね。こちらね先日私実際に利用してきたんですけども、かなり便利なんですよね。私はですねメズム東京ホテルから東京駅丸の内南口までですね利用させていただいたわけなんですけども、メズム東京ホテルの本当に目の前から出発して東京駅の丸の内南口までですね無料でバスで利用することができるっていった形になっておりますので、こちらね天気悪い日とかだったらですね本当にね重宝するというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただきたいなと思うわけなんですよね。で実際にですね先日ねメズム東京ホテル宿泊しましてですね、こちらね簡単なんですけども動画ね撮ってきましたので、ちょっとねこちらご覧いただければなと思います。ということで今ね私はメズム東京ホテルの本当に目の前にいるんですよね。ホテルの入り口があそこになっていて、今ねその前にいる感じですね。でこのねメズム東京の入り口のね目の前こちらですね、こちらに、看板がありまして、今ちょうどバスが来たんですけども、ちょっとこの後のねバスに私は乗るんですけども、こんな感じでね JR が運行している JR 竹芝推奨シャトルバスっていうねバスが、こんな感じで運行してるんですよね。本当にメズム東京ホテルの目の前からね出るっていう形になってるんですよね。で乗車位置はですねこちら、この白いポールがねあると思うんですけども、ここにね並んでいれば、バスに乗れるっていった感じになるんですよね。ということで私はですねこの次のバスにね、乗って東京駅の方ね利用したいなというふうに思っております。それはね次のバス待ちたいと思います。いやこれね無料でね、利用することができるということでかなり便利ですよね。このメズム東京ホテルっていうのは、竹芝駅はね、ちょうど向こう側にねあるわけなんですけども、まあ、歩いてね5分ぐらいかかるんですよね。まあ5分でちょっと効かないかもしれないですけども、まあ、それを考えるとねホテルの目の前まで来てくれるっていうのはかなり利用しやすいですよね。ということでここからね東京駅の、丸の内南口だったかな、ちょっと、ね、間違ってたらこれに出しておきますけども、そこまでね行きたいと思います。それはねバスが到着しました。では、ね、乗車しました。かなり綺麗ですね。こんな感じでね行き先とかも書いてあります。ウォーターズ竹芝かっこメズム東京とかね記載もありますね。ちょっと画面変わっちゃいましたけど見えましたね。約ね30分ぐらいですかね東京駅まで揺られたいと思います。まだねバスが来たばっかりで 4,5 分停車するとのことですので、バスが動くまでねしばらく待ちたいと思います。それはねバスが発車いたします。それではね、日の出ふ頭に到着ですね。こんなところに泊まるんですね。すごい。ここに泊まって U ターンして出る感じですかね。あ、ここで一周するんだ。すごい。あれはローソンですかね。
トストア、ローソンと全く同じ看板ですけど、ローソン。それでは出発します。かなり、ね、曇ってるように見えると思うんですけども、このガラスね、少しすりガラスみたいなのがね入ってますんで、外はね結構明るいんですけども、かなりね曇って見えますね。天気は普通にすごいいいわけじゃないですけども、こんなに暗くはねないですね。それではメズム東京と大沢らして東京駅へ向かいます。それではね、まもなく到着となります。本当にね、東京駅の目の前ですね、すごい便利ですね。ということで東京駅ね到着しました。 JR のね改札がちょうどあそこですかね。私も東京駅にあんまり詳しくないんですけど、多分あそこにね JR のマークがありますんで、あそこがね、入り口だと思います。まあ、今回ねメズム東京から東京駅にね来ましたけども、東京駅からね、メズム東京もこの降りた場所ですね、こちらね乗車口があるということで、こちらね記載ある通りですね、無料っていう風にねなっておりますんで、いやかなり便利ですよね。まあ、ちょっとね東京駅から、まあ、ここまでね屋根がないので、ちょっとここら辺ね歩いて来なきゃいけない部分もあるかもしれないんですけども、まああっちにもね JR の改札ありますね。まああっちから出ていただければ、まあ雨にもね当たらず東京駅までね来れるのではないのかなと思います。ということで今回ですね、メズム東京ホテルから、東京駅までね、無料のねバスでやってまいりました。ということでこんな感じでですね、利用することができるんですよね。東京駅から雨に当たらずねメズム東京ホテルまで行くことができますし、帰りもですねメズム東京から東京駅までですね雨に当たらず利用することができるっていう風になりますんで、利用する日がですねちょっと天気悪かったみたいな時にもですねかなりね重宝するかなっていう風に思いますので、この点をねぜひ覚えておいていただければなと思います。またねこちらに関してはですね、公式サイトね、ちょっと公式サイトあんのかな、ちょっと探してありましたら概要欄にね載せておきますし、メズム東京ホテルのコンシェルジュの方とかもねこちら知っておりますので、利用されたい方で詳しくね知りたいっていう方いらっしゃいましたらですね、ホテルのねコンシェルジュの方に聞いていただいても利用することができるっていう形になりますんで、覚えておいていただければなと思います。個人的にはねかなりおすすめです。ということで今回はですね、マリオットボンボンホテルのちょっと細かい話をですね集めてね話させていただきましたけども、まあどれもねお得に利用することができると思いますので、ぜひね利用されてみたい方はですねぜひねチェックしていただいて利用していただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。